えー、座りすぎの問題はですね。あの会社職場での問題がありますけれども、子どもたちもですね、実はかなり座りすぎの問題があると言われておりますが、この点について先生お話しいただきましょう。そうですね。あのこの座りすぎのあの問題に関わる研究というのは実は、えー、初期の頃は子どものデータがものすごく多かったんですね。はいはい、す特に海外なんかでは子どもの肥満の問題っていうのはかなり、えー、あの重要な、うん。 テーマになっていてい、まあ、そのことに例えば、まあ、ゲームのやりすぎであるとかです、ねうん、テレビの見すぎであるとか常にそういう時ってまあ座ってるんですね、うん、テレビを見ることだけが悪いわけじゃなくてそのことによってずっと座り続けていると、まあ、そういうようなことがあの肥満やあのその子どもたちの健康に関わっているという研究がずっとこう初期の頃は行われてたんですね。でまああのー、最近やっっぱりなななかかか子供たちが、まあ、そうやって体を動かさない えー、ずっと座りっぱなしの状況にあるっていうことが。まあ、例えば、えー、体力を下げてしまうとかっていうことも大事なん、ん暇になる、大事なんだけども。えー、あの、もっとトピックとして面白く、この、えー、取り扱われていることって、やっぱ。学力と、実は関係をしてきてるということが、あの、検討されるようになってきたんですね。えー、で、当然、勉強するときに座ってますので、えー、あの、その、そこも含めた。えー 時間でいうとなかなかきれいなあの関係は見えないんですけれどもそれ以外の余暇の時間にどれぐらいテレビを見たりゲームをしたりという時間の長さで、えーはい、そのことと実は学力が関係しているというデータを私たちはあの今出してるんですね。そそれ興味深いです、ね、そうですすねねう親御さんにととってみると、うん もちろん体力の問題とかって健康の問題大事なんだけれどもやっぱりものすごくやっぱりその勉強学力のところに興味を持たれる方々も多くてですねあのやっぱりその余暇の時間の,その我々はそこをスクリーンタイムと呼んでスマホに向かったりゲームに向かったりパソのテレビ見たりっていうは常にスクリーンに向かってますねその時間の特に余暇の時間にそれの長いことがやはり学力とは少しこう。 長さがそのスクリーンタイムが長いと学力のがちょっと低めに出てしまうという研究のデータなんですよね、まあ、こういうデータが少しずつ世界中からこうなかなかこう学力のデータを研究に使うことを許可してくれる学校も少ないですのであのなかなか出しにくいデータで貴重なデータにはなるんですけども、まあ、実際のところはそこ両者が関係していると。 いうことも最近は分かってきていますねあのこの、まあ、本の中にもあったんですけども、えー、学校では体育の授業以外ほとんど座ってますしその他のじ時間も塾で座りテレビを見たりゲームをしながらまた座るという具合でもっと<そ>残念なお知らせがあるんです、えーえー、体育の時間でさえ座ってますね。そうなんですあのあ 体育こそ動いていい時間なのに誰かが練習をしてるのをみんなじっと座って見てるとかですね,あですねよくあの研究授業とかである先生の話をずっと体育の時間に、ねえー、体操座りで見てるとかどうしてそんなことが起こってるんだろうっていうのを感じるぐらい実は動いてないです、ね、海外のデータなんかだと本当に70%ぐらいあの動いてないと、うん、そうなんですね時間授業時間中のですよね。えー 本当に動かなくなってきているとで、まあ、これ見ますとあの子どもたちも座りすぎでですねあの、まあ、立ち上がって動く癖がもう本当になくなってきているということでただ動いて脳を刺激をすると子どもの学力が上がったとでここにありましたのが教室内で1回10分程度の中強度の運動を 週に90分程度行うプログラムを実施したところ学力の変化を調べた結果、えー、このプログラムに参加した子どもは参加しない子どもと比べて3年後の学力向上が著しいことが明らかになったと3年経つともかなり差が出てくるとしっかりこれあの週に90分ですよね,すね、まあ、海外なんかではそういう取り組みも増えてきていますし、えー、まさに。あの まあそれにかかってただ子どもの座りすぎをこう減らそうというので教室にそれこそえ立っても座ってもえ勉強ができるようなこうまあ重機っていうんですかね机が導入されたりっていう取り組みもどんどんと行われるようになってますのでまあこれは大人であるとか成人あるいは高齢者の問題だけでなくですね子どもたちにもぜひとも考えておいてほしい問題だと思うんですよね。